ポイントは自分のムードによって現実が変わってくるのね。だからこの自分のムードをポジティブに常にキープしていく。特に辛い時が起きてる時こそがこれを勉強できるチャンスなのよ。わかる？だから辛いことが起こったらラッキーだと思って。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日は Secret Squirrel だぜ。Secret Agent じゃなくて Secret Liz。Chris Liz。Alright, どうでもいいことはやめて、今日のメイントピックなんだけど、今日話すことはめちゃめちゃめっちゃ大切なことなんですよ。で、どのぐらい大切かっていうと、クリスの部屋の中で一番大切なビデオ、これだぐらい大切なことなのね。ちなみに初めての人は、こんにちは。お忙しいところ僕の動画見てくれてありがとう。なんだよこんな変な感じやな。日本語うめえ変な外人が出てきたぞみたいな感じなんだけど、どういうことかっていうと、僕は東京生まれの外国人、今はカナダ人やってるんだけど、YouTube で、まあ、幸せになるマインドの考え方、シフトの考え方っていうのをお伝えします。なぜやってんのっていうと、今、僕は地球を幸せな星にしたいんだよね。で、辛い経験がこの星からなくなるようにっていうのを祈ってて、みんなが幸せになるような考え、ね、協力できるような考え、世界を良くしていこうぜ、一緒に。イェイ！っていうことで、世界を良くしていくところで、大切なステップは、自分を良くせんといかんよなっていう話になるわけよ。自分がいいところにいないといけないわけよ。ね。どんなにいいことやろうぜってやってても、自分の仕事が辛すぎて、もう、ぐわーさ、行く気持ちがね、日曜日の夜からサザエさん病になっちゃうとか、学校行きたくないとかなる。ね。で、そういう感じにいると、よし、良くしようぞって言っても、今が辛すぎるから、やる気が出ない。エネルギーが取られちゃう。イライラする。なんか怒ったらイラってなって、キャーってなって、そこでまた喧嘩が起こって人間関係がダメになっちゃう。よくあるケースだよね。なので、これを変えていこうぜ。どうやってこれを変えるのかっていうと、超、超、超簡単な方法があるんです。Alright? で、これだけすればいいのよ。何が起こっても自分のベストのままでいることなのね。You gotta be your full potential. Be your best.Right now! 今何が起こってても超ポジティブで、もうできるところ自分のベストで続けること、それだけなの。なんで？なんで？ねえ、なぜかというと、自分の思考が実は現実を作っているからなんですよ。はい、もう一回ね。自分の思考が行動につながって、その行動の結果が今の現実なんですよ。これちょっと難しいので、簡単に説明していきたいと思います。Alright. どういうことかっていうと、ね、人生生きてて、いや、クリスさ、人生きついから俺のマインドがこうなってんだよ。ね、人生きついからイライラしてんだよ。で、なりやすいんだけど、実はそうじゃないんです。まあもちろんそれを本当だと思いたいんだったら、ぜひそれを本当だと思っていただければいいんだけど、僕はそうじゃないと思うのね。なぜかというと、科学的に、論理的に考えると、こういう風になってるわけよ。自分のムードがあるやろ。ね、今ポジティブなんや、今落ち込んでんやって。いや、そのムードによって自分の行動が変わってくるのね。で、行動の中に今ちょっと発言っていうのね、もう入れちゃいます。自分が言うこと、セリフも入れちゃうね。ね。行動がムードによって変わるやろ。すると、行動は結果を作ってるよね。行動は結果を作ってるっていうことなんだよ。で、ちょっとわかりやすく説明すると、ね、前回マイナビさんでね、声をかけていただいて、ね、朝のウェビ、朝実際にマイナビさんの新宿のね、ところに行ってね、セミナーやって、午後もセミナーやってね、セミナー2回やったんだよ。すげえ楽しかったんだけど、その時に行ったんだけど、転職するとき絶対やっちゃダメ。絶対やっちゃダメなことがあるんだよ。ね、それは何ですか？ね、面接に裸で行っちゃダメみたいなことじゃなくて、本当にね、やっちゃダメなことがあるの。それは、僕はダメなんだって思い始めちゃう。絶対ダメなの。俺は転職受かんないんだ。私はもう無理なんだって思い始めると、大変なことになっちゃうのね。ね。これが思考が現実を変えるっていうことなんだよ。どういうことかっていうと、ね、転職がうまくいく人と、転職がうまくいかない人の違いはどこだと思う？洋服？スキル？
やいやいや、実はね、態度も結構でっかいんですよ。態度も結構でっかいの。なぜかというと、ね、転職僕受かるんだっていう自信満々の人、特に年収1000万とか言ってる人が転職するときは、もう自分で選ぶみたいな感じなわけよ。どの会社にしよっかな、どの会社と僕って会うのかなって。なぜかというと、ビジネスっていうのはお付き合いみたいなもので、会社が上っていう感じじゃないからね。ポイントは転職ビジネスっていうのはお付き合いなわけよ。で、会社が上っていう時代はもうすごい変わってきて、今はその自分が会社に提供して、会社がその人に提供して、チームが作っているっていう、そういうマインドを持ってる人は転職うまくいくわけよね。どの会社と会うんだろう。で、転職面接して受かんなかったら、いや、この会社とは会わなかったんだなって、だからもっといい会社があるはずだっていうマインドで常に行動を続けられるわけよ。で、声かけてメンタルもタフでキープできるわけよ。でもね、よくあるタイプは、僕ダメなんだと思い始めは、面接2、3回受からないと。ね。僕は面接受からないんだと思い始めちゃうわけよ。で、これが何が起こるかっていうと、ね、自分のムードが変わってくるわけよ。ちょっと暗くなってくるわけよ。いや、できないかも。で、落ち込み始めちゃうわけよね。で、落ち込み始めるとどうなるかっていうと、ね、落ち込んでる人の行動を取り始めちゃうわけよ。落ち込んでる人の行動ってどういうことかっていうと、行動を取らない行動を選択し始めちゃうのね。どういうことかっていうと、もう4回面接受かなかったから次も受かんないだろうみたいな感じで、その実際の活動が収まってくる。で、今度、なんか前はなんか友達に声かけたり、自分でなんか会社にね、メールを送って、手紙を送って、面接お願いしますみたいなことじゃなくて、もう待ってるっていう状態になって。で、頼るっていう状態になって、で、実際に面接に行ってもなんか顔が落ち込んでんだよね。で、暗いんだよね。どうせ私無理なんですみたいな。ね。で、正直言って面接官は誰を選ぶと思う？ニコニコしてて、いやー一緒に働きましょう！いや、本当に楽しみですみたいな、ニコニコしてる人か、いや、もう落ち込んでる人。ね。落ち込んでる人を選ぶわけないわけよ。その人がスキル持ってても。悪い。だから、ダメなんだって思うと、現実がそれに実際になってくる。なので、ポイントは自分のムードによって現実が変わってくるのね。だからこの自分のムードをポジティブに常にキープしていく。特に辛い時が起きてる時こそが、これを勉強できるチャンスなのよ。わかる？だから辛いことが起こったらラッキーだと思って。ラッキーなんだよ。今だよ。今自分チャンスが来てんだよ。ベストになれる。わかるかい？いい人生うまくいってて、で、悩みがない時にいいムードでいようぜって、そんな誰でもできるわけよ。わかる？でもそれを作っていくのが自分の思考なのよ。だから今辛いんだったら、このベストな自分になれるチャンスなのよ。で、次のビデオとかでいろいろ説明するんだけど、現実が変わるには時間がかかるからね。思考を変えるのは一瞬で変えられるんだけど、現実を変えるのは時間がかかるの。で、最後にちょっとボーナスで、手の動き結構僕あるね。なんでだろうね。ごめんね。たまにね、コメントで書いてあるんだよね。クリス、手の動きが多すぎるよって。ごめんなさい。Alright。ね、これなんか3000年以上前でセミナーやってたら、ちょうどこのくらいがいいかもしれないんだけどね。ね、見てる人は一人だよって。でもね、何千人が見るからな。OK！ よし、話持ってくるぜ。ちょっとボーナスで、俺の人生の中で、マジ面白いって思った話があるの。この間、僕のお父さんの奥さんに、お母さんじゃないんだよ。お母さんは別の人なんだよ。お父さんの奥さんから、ブランド品のサングラスもらったわけよ。超派手なのね、ポーンってブランドのサインがあってて、ワオ見てみたいな、ね、ウーみたいな感じ。俺ってさ、結構そういうの苦手なんだよね。だから、ずっと使ってなかったの。で、今、奥さんがアメリカに妊娠してて、今度子供産むんだけど、10月に。イェーイ！で、ちょっとアメリカに引っ越ししたりとかいろいろやってて、東京のアパート手放すっていうことになったわけよ。で、ずっとそのさ、高級サングラスがあったわけよ。で、これ捨てようかと思って、いや、ちょっと違うな。あれやろうぜ。チャラカリっていうのがあるじゃん。チャラカリって。チャラチャリ？メルチャラ？なんかあるでしょ、そういうの。なんか iPhone でやるやつ。それをやってみたわけよな。で、それでなんか2万5000円とかでポン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 同じ商品が出てるわけよ。じゃあ俺もさ、よっしゃ、2万5000円で出そうみたいな感じで写真撮ってさ、パッパッパッってパッて出したわけよ。土曜日に。ね、ある土曜日に出しました。2万5000円。
大工が4つついたわけよ。よし、売れるんじゃないかってなって、で、次の日日曜日で、これ早めに売りたいなと思って、よし、じゃあ2万5千円を1万3千円に超ボーナスで与えちゃおうと思って、パッて午前中にやったわけよ。そしたら、1時間後、メッセージが来た。すいません。この1万3千円のもの、俺超探してたんです。これ本当に欲しいんです。僕探してたんです。これを6000円で譲ってくれませんかって言って、で俺はあいいよって、ちょっと待ってクリス、ちょっと待って、6000ちょっとおかしいやろ、それはちょっとおかしいぞ。いやだって俺捨てようとしてたもん。いやだってなんとかオフに行ったら多分300円とかだったよ。いやでもちょっと6000ちょっといやちょっとやめとこうって言って、ごめんねちょっとやめといたのよ。そしたらまた連絡来て、じゃあ7000円でどうですかって来たわけよ。で俺はいや7000円はちょっと無理だねって、じゃあお願いします、この商品探してたんですって、でいくらです言ってくれますかって言って、まあしょうがねえな、まあ俺の目的はここでお金を稼ぐことじゃなくて、このサングラスを捨てないで誰かに譲ることだから、このサングラス探してる人だから超いいぜって思って、よし分かった8500円でいいよって言ったの。したらもう速攻、もうその3秒以内に買ってくれたわけよ。で俺も行動早い方だから、もうボックスとかパッパッパッって用意してキュッてやって、ね、手紙にありがとうございましたっていうノートをつけて、ね、でかわいね入れて、パッパッパーってコンビニ行って、シャーって言ってパッパッパーってなんちゃりっていうのを出したわけよね。そしたら何が起こったと思う？これ本物ですよねって言ってきたわけよ。いやもちろん本物ですよ、安心してください、大丈夫ですって言ってたのね。じゃ次の日連絡来なくて、また次の日来たわけよ。なんて来たと思う？これを販売店に持ち込んだんですけど、ね、受け取ってくれませんでした、これ本当に本物ですかって来たわけよ。えってなんて、これ商品探してた、欲しくなかったのって、なんで販売店に持ってなんちゃらオフみたいなんで売ろうとしてんのって。で俺はいやいやちょっとそれは違うと思うんだよねって言って、それは買う前にやるものでしょ、ちゅうかこれ本物だよって言って、じゃあちょっとでも偽物の確率があるんだったら今すぐ教えてくださいとか言って、いやいやちゃうやろって言って、まあ俺はもうこれはキャンセルしたわけよ。でもすごいいいレッスンだったっけよ。どういうことかというと、さっき言ったようにね、思考が現実を作ってるわけよ。わかる？現実は本物のブランド品を手に入れたんだよね、この相手は。でもそんな甘い話はないだろうって、ね、こんな高いものがそんなによくすぐ送られてパッて値段交渉できて、そんな本物だったらそんなことは起こらないって本人が思ってるわけよ、ね、いいことは実際に起こってるのに。だから本人はその恐怖、いいこと俺には起こらないんじゃないかって、こんな甘い話はないっていうのが真実だと思ってるから、本物のサングラスを本人が偽物にしたの。悪い。この取引相手の頭の中では、このサングラスはまだ偽物なのよ。だから、自分の思考によって、現実を変えることもできるのね。これちょっと今、アドバンスの話してるわけよ。これはちょっとアドバンスなのね。本当に、自分の視点によって、悪い。あなたは死ぬわけよ。俺も死ぬわけよ。俺たちはただ単に生きてるわけよ。どんなにお金稼いでも、お金を持ってあの世に行かないわけよ。この世で経験しかできないわけよ。で、この相手は、ね、リアリティをマジシャンみたいに変えて、ウィザードみたいに変えて、偽物のサングラスっていう体験をしたわけよ。わかる？なんでその体験をしたかっていうと、彼の本人の思考は人生はきつい、いいことはこんな甘い話は起こらないっていうのが本当の belief system, core belief, 本当の信じてるレベルなんだよね。わかる？で、俺たちのこのコアブリーフだよね。大丈夫なんだ、いいこと起きていいんだ、幸せになっていいんだっていうことを持っていると、この世の経験が幸せになれるわけよ。でもこのコアブリーフが、いや、辛いんだ、人生辛いんだって思ってると、リアリティがそうなるわけよ。わかる？なので、今日のポイントは、ね、現実が自分の思考、自分のムードをもちろん作るっていうことになりやすいんだけど、リアリティは自分のムードが現実を変えてるわけよ。で、忘れないでね、このコンピューターとかこのコーヒーはあの世に持っていけないぜ。これは体験だから。エネルギーだけだからね。ね、だから人を幸せにする、愛する、自分を愛する。ね。Alright, you guys, I love you so much. ちょっとね、15分以上になっちゃったんだけど、Thank you so much for checking out the video. I love you, Secret Squirrel. クリス、シークレットリスだぜ。I love you guys. じゃあね、またね。Thank you.